ですね、それで中に例えばね、ここに書いたんですけど、2005年に15カ国の被曝労働者を対象とした WHO 国際がん研究所で行われた疫学調査があるんですね。で、そこではもう明確に10ミリシーベルトによってもがんのリスクが優位に検出されたという、だという結論が引用されてるんですよ。で、そういったのもあったり、あとその、まあそうですね、がんに関してはまあ直線の仮説ですね、ここが0点としたら、線量とともにそのがん患者が、パーセンテージがこうやって増えるよって直線仮説がまあ言われてるわけなんですけれど、私のこの本でも、ペトカウ効果っていう、元のタイトルはペトカウ効果なんですが、言ってるんですけれど、低線量では、そのメカニズムが違いましてですね、例えば活性酸素、放射線で活性酸素なんか出てくるわけなんですけど、それなんかは低線量の方が逆にね、その活性酸素同士があんまりこう密に発生してしまうと、こう例えばナイトクラブで人がいっぱい多すぎて動けないみたいな感じでね、くっついちゃって、それでその反応が鈍るらしいんですね。で、それがまだらにこう低線量で出てくるとね、効率よく細胞膜に到達、細胞膜に到達して損傷をより効率的に起こすみたいな、そういった科学的な、研究結果がございまして、で、その他にもいろいろバイスタンダー効果とかゲノム不安定性とか、この本によく書かれてあるんですよ。で、いろんなものがもう最近になっていろいろ分かってきてですね、この直線じゃなくて低線量でぐんとこう障害が出てくるっていう、その逆線量率効果っていうのは、この本の中でも説明されてるんですよ、ページを割いて。で、その逆線量率効果のこういうグラフもね、この本の中に3箇所も出てくるんですよ、本当に。だから、政府なんでね。政府の本がそういうのを書いてるんです。ですから皆さん、ぜひね、これも活用してください。私の本もすごく、いろんな国のあれが出てるんで、研究、疫学調査から出てるんで、ぜひ見ていただきたいけど、これだけだったらそっち側の人でしょみたいな人には、この本も見せてやってください。で、4点目なんですけれど、これが先ほど言ったチェルノブイリのあれでね、本当にチェルノブイリの影響をですね、日本政府は、なんたって国、重松逸蔵さんっていう、昔は痛々病がカドミウムが原因だとか言ってるけど、カドミウムじゃないんだって、原因がはっきりしてからまた、そうじゃない、そうじゃないとか、国際会議で言って、顰蹙を買った人物でもあるんですけれど、その方がそのチェルノブイリで健康影響が出てないみたいなことを言って、本当に日本は恥ずかしい国だと私は思うんですけどね。この方、広島の放射線影響研究所の、理事長で、今は何でしょう、名誉なんとかだと思うんですけれど、本当に日本は恥ずかしいと私は思うんですが、そういう方たちのおかげで、チェルノブイリの、真実が全く日本には伝えられてこなかったんですが、先頃、茨城大学名誉教授の、久保田守さんという方が、このチェルノブイリの教訓、セシウム137による内臓の病変と対策、人体に入った放射性セシウムの医学的、生物学的影響、ゴメリー医科大学の元学長の大変優秀な、科学者ですよね、お医者さんであり科学者の方が解剖実験までしてね、チェルノブイリ事故の後に亡くなった方々の解剖実験までして、緻密な研究をされてるんですね。で、もうこれを読んで、44ページの本ですから、結構皆様も、ご購入されて、結構すぐ読めると思うんですけれど、で、もう私はこの中に書いてあることがもうショックで、よくその五葉学者さんたちが、セシウムはこう筋肉に蓄積されて、だから体にまんべんなくいくから、なんかその影響はもごもごみたいな感じで、あんまりはっきり言いませんよね。ところが、こちらの、バンダージェフスキーさんのものを見ますとですね、セシウムは特に心臓、腎臓、肝臓に影響するっていうんですね。で、子供なんかの場合には、体内のそのセシウム放射能が検出できる以下の場合でも、4人に1人に心電図に変化があったっていうんですよね、ミンスクなんかではね。
で5ミリで亡くなった方、突然死された方の解剖をしたら9割の人たちにセシウムが腎臓に溜まってて腎臓が破壊されたっていうのが分かったらしいんですよ。でその他にこれほんの一部分で、この2ページ以降に私はそのこのバンダジェフスキーさんのこのセシウムの研究があまりに大変な研究なので、あの要約をちょっと長くなったんですけど、いろいろそうですね、その他にも甲状腺への影響もある、あの要素131と相乗して甲状腺の病気を引き起こす、それですとか母体と胎児へも影響しまして、胎児の肝臓病ですとかね、胎児が高血圧、乳児が高血圧になっちゃったりとか、なんかとんでもない悪さをするっていうのが分かったんですね。でそこら辺はあの2ページ目3ページ目4ページ目にわたって書きましたので、ぜひご覧ください。大変大事なあの冊子だと思っています。で、あとストロンチウム90ですね、先ほど話がありまして、これも私も4月の半ばに80キロ離れたところで検出されたっていうのを聞いてびっくりしてたんですけど、その後全然、報道が、大した報道がなされなくて、本当に不安でしょうがないんですけれど、あのストロンチウム90もですね、あのベータ線を出して、そうですね、ベータ線っていうのは、アルファ線はものすごく密度の濃い、放射線、粒子なんですけどね、ですから本当に例えば劣化ウラン問題とかで大変な障害を引き起こすっていうのが分かったわけなんですけれど、核実験がもうはるか昔にその大気圏内は終わったものですから、そのベータ線の障害っていうのが最近あんまり言われなくなってきたわけなんですが、そのストロンチウム90なんかはベータ線ですからね、かえってアルファ線よりちょっと飛距離が長くて骨髄に行っちゃうんだそうですね。でそれが白血球を犯してしまってですね、白血球を犯すってことはがんにもなるし、あと免疫系がダメになりますからね、あらゆる病気を引き起こしてしまうわけなんですね、っていうところをこちらにも書きました。あとそのストロンチウム90が崩壊すればなくなるのかといったら、そうではなくて、崩壊すると今度イットリウムっていう物質になるんですね。で私この話もね、このスタングラスさんの、前に出した本でですね、赤ん坊総放射能って本があって、その中に書いてあるのを見てなんかちょっと青ざめてしまったんですけど、私は今1歳の 子供を持っているんですが、こんなことがあるのかと思ったんですけど、妊娠後期の方がその何て言うんでしょうね、体に悪いものを取り入れても、なんとか無事に済むみたいな、初期が一番大事だってよく言われるわけなんですが、このイットリウムっていう物質は脳下垂体に行って、そのなんかいろいろな物質の代謝を司るらしくて、これを妊娠後期の赤ん坊がこのお腹の中で肺の形成がなんかもう一番最後の方にできるらしいんですけれど、このイットリウムが入っちゃうとですね、その肺胞を十分にこう開くことができなくなってしまうらしいんですね。だからこう見かけは完全な 赤ちゃんの体をしているんだけれど、その後でその生まれた後にね、呼吸器疾患とかそれによる突然死とかそういった原因になるんだっていうのが書いてあって、恐ろしい話だと思ったんですけれど、そういった害があるんですね、ストロンチウム90には。で私翻訳とかこういうことをしているもんですから、よく本屋に行くんですけれど、そしたら昨日たまたまこういった本を見つけまして、放射能汚染どう対処するかという本を見つけて、で最後の5点目なんですけど、この問題は沖縄にも結構関係があるなっていうのが、この本の90ページの沖縄のビキニ事件っていう項目がね、半ページぐらいにわたってあるんですけど、実は沖縄というのは残念なことに、どうやらそのセシウムとストロンチウム90の汚染が、残留汚染がある可能性があるっていう話を
が書いてあるんです、ここに。で、私噂で、風の噂ではね、そういうことを言われてるんだけどってよく心配なお母さんたちとの山々話で聞いたことがあって、あ、でも私そのあれはよく知らないんだけどみたいな話で言ってたんですけれど、やっぱり核実験時代に、そのマーシャル諸島の核実験時代にやっぱ沖縄は地理的に近いので、なんかここに書いてあったんですけどね、琉球気象台が雨水から17万カウントを記録したことがあると。で、大体本土では5000から1万カウントで、7000カウントでも危険とされているそうなんですね。で、こういうカウントがその、まあ、核実験 の、 一番やられた時ですから、まあ、60年代初めだと思うんですけど、こういうのが記録されていたと。で、まだ残留されているかもしれないと。で、ここにも書いてありますけどね、その雨水のカウントをするときにアメリカの軍の科学班が低い数値を見せたっていうんですね。どういうことかっていうと、こういった雨水のカウントは水を蒸散させて後に残った灰のような沈差を測定するものなんですが、知らないことをいいことに水のところにガイガーカウントを持ってきて大丈夫だとやったのですと。ということで、本当に知らないっていうことは恐ろしいことで、知らないことでね、知らないうちにとんでもないことが起きてしまうっていうのは今回のその原発事故でも本当に分かったわけです。で、とりあえず水海水にはどんどんその放射能の汚染物質が流れてしまっていて、本当残念極まりないんですけれど、少なくとも土はコントロールができるわけですね。そのもちろんおでを肥料に混ぜるなんてとんでもないし、もしもそういったことがあったらこうトラッキングをして、その環境中に本格的に入らないようにする。で、本当に先ほども申しましたけど、土っていうのは一度入っちゃうと、もう元に戻らないわけですよね。拡散もしないし固定化されちゃうわけですね。ですから何としてでも止めなきゃいけない。そういう意味で吉田さんのこの活動は非常に沖縄県の皆さんに影響のある問題、今後のその環境と人々の、健康問題に直結する問題ですので、どうか今日お集まりになった皆さん、ぜひ今後とも報道のそのカバーをしていただくことをぜひ続けていただいて、沖縄の環境と人々を共に守っていけたらと願っております。どうもありがとうございます。やっぱこう内部被爆の被爆障害というのはいろんな現れ方を知って、あ、これが放射能によるものだとはそう簡単にわからないわけですよね。免疫が壊れる、感染症になりやすくなる、でもその風邪がなぜか治らないっていうようなことを見て、それが被爆障害かどうかっていうようなことは分からない、後から。そうなんですよ、そうですよね、分かんないですよね。他の原因でも、なる病気っていうのがたくさんあるわけですから、それをいいことに、なかったことにしてるんですね。だからまあ実際にそういう健康障害ができたときに、これは被爆障害ですねというお医者さんは多分ゼロだと思いますね。だから起きてきたことすらわからないということになるわけですね、これから汚染が進んでいったときに。ですから今この汚染の危機が私たち今見てるわけですからね、汚染が進んでいく危機を、これをどうやって最小限で傷が浅いうちに食い止めるか、また汚染が進んだものをどうやって回収するかということを必死でやるということしかないわけですよ。で、私は繰り返しますけれども、腐葉土問題というのは本当に氷山の一角と見ています。必死で調べなければならないですね。この県庁と、それから学者専門家の方たちと私たち市民とメディアがみんな力を合わせて、もうすでにだいぶ問題が進んでいると思いますけれども、今のレベルのうちに力を結集して力を合わせてやりたいと思いますし、県議会でもぜひ取り上げてもらいたいなと思っております。ちょっと長くなりましたが、何かご質問あれば受けたいと思います。何かありますか？